J リーグエキサイトステージ94を紹介するよ。1994年5月1日に発売されたよ。へえ、当時の J リーグブームに乗った作品なんだね。そうだね、エポック社から発売されたんだ。開発は A-MAX が担当したんだよ。当時の J リーグ加盟12チームと240名の選手が実名で登場するのが特徴なんだ。すごい、たくさんの選手が登場するんだね。うん、各チームに10名在籍していて、試合ごとにレギュラー11名と控え5名の16名を選ぶんだよ。ゲームモードは6種類あって、プレシーズンマッチ、リーグ戦、オールスター、TK、トレーニング、そしてサロンフットボールがあるんだ。サロンフットボール？それって何？室内サッカーみたいなもので、壁があってボールが跳ね返るんだ。ファウルもないからスピーディーだよ。8人制で、フォーメーションは2、3、2で固定なんだ。面白そう。他のモードも気になるな。リーグ戦は当時の J リーグと同じ方式で、22試合か44試合を選べるんだ。優勝するとエンディングが見られるよ。オールスターは東西対抗戦ができるし、ランダム選出もできるんだ。TK は TK 戦だけを楽しめるモードだよ。トレーニングモードは？ミニゲームみたいなもので、ドリブルやシュートなど、5つの科目があって、500点満点で採点されるんだ。操作性がすごく良くて、キックの種類も多いんだよ。操作は難しくないの？基本は Y ボタンでパス、X ボタンでシュートだから、初心者でも遊びやすいんだ。でも、慣れると、カーブをかけたりオーバーヘッドキックもできるよ。ちなみに、キーパーは完全オートなんだ。へえ、キーパー操作できないんだ。でも、キーパーの動きが決まってるから、慣れると確実にゴールを決められるシュートパターンがいくつかあるんだよ。特に、ヒールリフト、からのシュートが強くて、友達同士で禁止にすることもあったんだ。ゲームバランス的には問題ありそうだね。そうだね。でも、それも含めて楽しかったんだ。あと、各チームに専用 BGM があって、それがまたかっこいいんだよ。特にジェフ市原とベルディカは先の BGM が人気だったんだ。音楽にもこだわってるんだね。キックの効果音も重低音で気持ちいいし、観客の歓声もリアルなんだ。ゴールに近づくとチアホーンの音も大きくなるよ。でも問題点もあって、選手の能力差が分かりにくいんだ。それはちょっと不便そう。そうなんだ。能力の高い選手が控えだったりするのに、わからないから使いこなせないことがあるんだ。特に清水エスパルスのトニーニョは強いのに、標準ではベンチにも入ってないんだよ。もったいない。他には問題点ある？うん、オフサイドルールがないんだ。当時はまだオフサイドが浸透してなかったからかな。あとフリーキックがちょっと使いにくいんだ。でもこれらの問題点を差し引いても、すごく完成度の高いゲームなんだよ。へえ、今でも人気があるの？うん、今でも熱烈な愛好者がいるんだ。サッカーゲームとしての面白さを追求して作られたから、今でも楽しめるんだよ。すごいね。プレイしてみたくなったよ。そうだね。機会があればぜひプレイしてみてね。きっとサッカーゲームの歴史に残る名作だってわかるはずだよ。パイロットウィングスを紹介するよ。1990年12月21日に任天堂から発売されたよ。へえ、フライトシミュレーションって珍しいね。そうなんだ。当時はまだ珍しかったんだよ。あなたも今すぐ鳥になって大空高く舞ってみませんか、というキャッチコピーでプレイヤーを誘うんだ。鳥になれるの？面白そう。まあ完全に鳥にはならないけどね。プレイヤーはフライトクラブに入会して、4種類のスカイスポーツの訓練をするんだ。4種類？どんなのがあるの？飛行機、パラシュート、ロケットベルト、ハンググライダーだよ。これらの訓練をしてライセンスを獲得していくんだ。ロケットベルトってジェットパックみたいなもの？そうそう、背中にロケットエンジンをつけて飛ぶんだ。これが結構難しくて、風の影響を受けやすいんだよ。でも自由度が高くて楽しいんだ。
難しそう。子供でも遊べるの？実は操作の難易度は高めなんだ。小学生ではクリアが難しいかもしれないね。でもその分やりがいがあるんだよ。なるほど。ゲームの流れはどんな感じ？4つのエリアがあって、各エリアで規定の点数を獲得すると次のエリアに進めるんだ。最初は簡単だけどだんだん難しくなっていくよ。4つのエリアをクリアしたらゲームクリア？実はそこからが本番なんだ。突然麻薬シンジケートが現れる事件が起こるんだよ。え？急展開すぎない？そうなんだ。プレイヤーが囚われた人質を救出するというミッションが始まるんだよ。これをクリアすると2周目の EXPERT モードがプレイできるようになるんだ。すごい。普通のフライトゲームじゃないんだね。うん。予想外の展開で驚く人も多いんだ。でもこの急展開が面白いって評価する人も多いよ。グラフィックはどんな感じなの？当時としては最高クラスの 3D 表現なんだ。スーパーファミコンの回転、拡大、縮小機能をフル活用してるんだよ。特に空中のリングやポールの立体感がすごいんだ。へえ、技術的にもすごいゲームなんだね。そうなんだ。でも見た目が地味で売り上げはあまり伸びなかったみたいなんだ。でも作り込みはすごくて良作と評価されてるよ。もったいないね。そうだね。でもマニアには人気があって、アトニ N64 や 3DS でも続編が出てるんだよ。任天堂の新ハードの性能をアピールするソフトとして使われてるんだ。へえ、そんな歴史があったんだ。スーパーファイアープロレスリングスペシャルを紹介するよ。1994年12月22日に発売されたよ。へえ、プロレスゲームなんだね。どんな特徴があるの？このゲーム、登場レスラーが70人以上もいて、技の数は隠し技まで入れると700以上あるんだよ。すごい数だよね。え、そんなにたくさんの技があるの？覚えきれないよ。大丈夫だよ。技の出し方が工夫されてるんだ。グラップルっていう組み合いの後にタイミングよくボタンを押すだけで技が出せるんだ。アクションが苦手な人でも楽しめるようになってるよ。そうなんだ。それなら私でも遊べそう。うん、そうだね。でもこのゲームの一番の特徴はシリーズ初登場のシナリオモードなんだ。チャンピオンロードって言うんだけど。シナリオモード？どんな内容なの？プロレスラーとして成長していく主人公がプロレスとは何なのか追い求めていくんだ。でもね、このストーリーすごく衝撃的な結末があって賛否両論あったんだよ。え？どんな結末なの？それはね、秘密。プレイしてのお楽しみだよ。でも制作者のプロレスへの思い入れがすごく強く感じられる内容なんだ。気になるな。でもプロレスファンじゃないと楽しめないのかな？確かに全盛期のプロレスファンならもっと楽しめるかもしれないね。でもプロレスを知らなくてもゲームとしては10分楽しめると思うよ。そっか。ところでこのゲームの開発元ってどこ？ヒューマンっていう会社が開発したんだ。でもね、シナリオを書いたのは須田剛一さんって人で、今は有名なゲームクリエイターになってるんだよ。へえ、そうなんだ。すごいね。そうなんだ。このゲーム、須田さんのデビュー作でもあるんだ。だから、後の須田ゲーって呼ばれる独特な、ゲーム作りの原点とも言えるんだよ。ゲーム業界の歴史的な作品なんだね。そうだね。あ、そういえば、このゲームには、グルーサムファイティングっていうモードもあるんだ。八角形のリングで戦うんだけど、これが物議を醸したんだ。どうして？プロレスラーには向いてないって意見が多かったんだ。バーニングプロレスを紹介するよ。これはね、実在のプロレス団体全日本プロレスをモチーフにしたすごいボリュームのゲームなんだ。へえ、どのくらいすごいの？なんと12の団体と17人ものレスラーが登場するんだよ。使える技の種類も60種類以上あるんだ。ああ、たくさんだね。でも
ファイヤープロレスリングっていうのもあったよね。そうそう、このゲームはハイプロに対抗して作られたんだ。ファイヤーを焼き尽くすバーニングって挑戦的なキャッチコピーもついてるんだよ。お、燃えてきたね。どんなゲームモードがあるの？ゲームモードは全部で8種類もあるんだ。操作方法やプレイ画面はハイプロに似てるけど、ハイプロにはない機能もたくさんあるんだよ。どんな機能があるの？例えばレスラーの名前を変更できたり、レフリーを操作できたりするんだ。6人でのバトルロイヤルもあるよ。へえ、面白そう。でもズンダモンがレフリーやったら大変そう。あはは、確かにズンダ餅がリングに転がってたら試合にならないよね。でも面白そうだけど。あ、そうそう、このゲームには世界統一戦っていうモードもあるんだ。世界統一戦？それはどんなモード？世界統一戦を制覇すると全レスラーと戦える世界統一シングル戦っていうモードが遊べるんだ。全員倒すのに長い時間がかかるけど、クリアするとエンディングが見られるよ。すごい。でも全員と戦うのは大変そうだね。確かに大変だけど、その分やりがいがあるんだ。このゲーム実はハイプロの陰に隠れた良作なんだよ。へえ、知らなかった。プロレスファンにはたまらないゲームだね。そうなんだ。プロレスファンじゃなくても格闘ゲーム好きなら楽しめると思うよ。船木正勝ハイブリッドレスラー闘技伝承を紹介するよ。これは実在のプロレスラー船木正勝が主役のすごく面白いプロレスゲームなんだ。へえ、実在の選手が主役なんだ。すごいね。そうなんだ。しかも船木選手が所属してたカンプラスって団体が制作協力してるんだよ。本格的なゲームなんだね。どんな特徴があるの？最大の特徴はプレイヤーキャラに年齢設定があることだね。30歳を過ぎると徐々に衰えてパラメーターが減少して使える技も減っていくんだ。え、それじゃあゲームオーバーになっちゃうの？いや、そこがこのゲームのすごいところなんだ。なんとゲーム内で結婚して子供を作れるんだよ。その子供に能力を引き継いで新キャラとして育てられるんだ。わあ、すごい。世代交代ができるんだね。そうそう、しかも父キャラが引退してなければ親子対決もできるんだよ。その時に親の得意技も習得できるんだ。親子対決、感動的な試合になりそう。ドラマチックだよね。でもタイミングが難しいんだ。父親が廊下で引退しちゃうこともあるからね。なるほど、結婚のタイミングも考えないといけないんだね。そうだね。あ、それと面白いのがリングの種類なんだ。全部で5種類あって、普通のリング以外に特殊なのがあるんだよ。へえ、どんなリングがあるの？例えば断崖テリングはマットが徐々に剥がれていくんだ。砂漠では体力が奪われていくし、ストリートファイトでは観客が乱入してくるんだよ。ええ、観客が乱入？それ危なくない？大丈夫、設定でオンオフできるんだ。あと闘技場ってのもあって、これはリングから落ちたら即負けなんだよ。怖そう。でも面白そう。私アクション苦手だけど遊べるかな？心配しなくていいよ。このゲーム難易度調整ができるんだ。アクションが苦手な人でもエンディングまで見られるようになってるよ。実況ワールドサッカーを紹介するよ。これはね、実況音声を取り入れた面白いサッカーゲームなんだ。へえ、実況付きなんだ。すごそう。そうなんだよ、コナミから出てるんだけど、有名なウィニングイレブンとは別物なんだ。ええ、同じ会社なのに違うの？開発部署が違うんだ。だから内容もかなり違ってるよ。このゲームには3つの大会があるんだ。3つも？どんな大会があるの？インターナショナルカップ、ワールドシリーズ、アジアカップの3つだよ。インターナショナルカップで優勝するとエンディングが見られるんだ。へえ、世界大会で優勝するんだね。難しそう。確かに難しいよ。特にシナリオゲームがすごいんだ。
後半終了間際残り時間1分半からゲームスタートっていう条件があったりするんだよ。え、そんな短い時間で勝たないといけないの？そうなんだ。勝ちパターンを見つけないとクリアするのは難しいんだよ。でもそれがまた面白いんだ。なるほど。でも実況があるんだよね。それは面白そう。うん、実況がすごくリアルなんだ。特にゴールが決まった時の実況が最高だよ。どんな感じなの？ゴル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 ゴールってすごい勢いで叫ぶんだ。これを聞くのが本当に楽しみなんだよ。このゲーム、実況のおかげで本当にサッカー観戦してるみたいな臨場感があるんだ。へえ、楽しそう。私もプレイしてみたいな。うん、ぜひやってみてね。難しいけどその分やりがいがあるよ。ゴールを決めた時の実況を聞くためにも頑張って練習するんだ。うん、挑戦してみる。ありがとう、ズンダモン。マッスルボマー、ご紹介するよ。これはアーケードのプロレスゲームをスーパーファミコンに移植した作品なんだ。へえ、プロレスゲームなんだね。どんな特徴があるの？まず、キャラクターデザインが特徴的なんだ。北斗の拳で有名な原哲夫先生がデザインを担当してるんだよ。え、すごい。キャラクターはどんな感じなの？もう筋肉もりもりのマッチョなキャラばかりだよ。かなり濃いめのデザインで個性的なんだ。うわぁ、想像するだけですごそう。ゲームの内容は？システムはストリートファイターみたいにキャラを選んで相手と戦っていくんだ。でもプロレスならではのルールがあるんだよ。プロレスならではのルール？どんなの？体力ゲージがゼロになっても勝利じゃないんだ。フォールで3カウント取るか、ギブアップさせるか、リングアウトで20カウント数えられるかで勝敗が決まるんだよ。へえ、本物のプロレスみたいだね。そうなんだ。しかもリング内を上下左右に自由に動けるし、トップロープに登ったり場外に出たりもできるんだ。自由度が高そう。楽しそうだね。とっても楽しいよ。でもね、このマッスルボマーの最大の魅力は別にあるんだ。え？何なの？タッグマッチの協力プレイと4人同時対戦ができるんだよ。友達と一緒にプレイするとすっごく盛り上がるんだ。ああ、みんなでワイワイできるんだね。そうそう、必殺技が決まった時の爽快感がたまらないんだ。ずんだ餅だって必殺技ずんだパワーボムを決めてみたいくらいさ。あはは、ずんだもんがプロレスラーになっちゃった。でもね、このゲームちょっと難しい部分もあるんだ。え、どんなところが？ボタンの連打が必要な場面が多くてね。技を抜け出す時とかフォールを返す時とか、かなり激しく連打しないといけないんだ。え、疲れそう。そうなんだ。でもそこも含めて熱くなれるんだよ。みんなで盛り上がりながらプレイすれば連打の辛さも忘れちゃうくらい楽しいんだ。なるほど。友達と一緒にプレイしてみたいな。ぜひやってみてね。筋肉マッチョなキャラたちと熱い戦いを繰り広げてみてよ。ありがとう、ズンダモン。面白そうだね。実は自分